真夏ですね。すっごい汗かいてきちゃったよろしくお願いします。じゃあ、その2つ目の写真集ですけど、はい、発売されました。マンスいかがですか？そうですね、今回の写真集はもう22歳になって、21歳から22歳の1年間で取り留めたって取りためたってですね、取りためた写真集になってるので、ちょっとやっぱもう22歳ってことで年相応な衣装と、そして今回の撮影ずっと笑顔少なめでっていうのがあって、私普段もうふざけた撮影ばっかりしてたので、いつもふざけて笑顔多めだったんですけども、今回は真剣に笑顔少なめの撮影だったので、ちょっと大変だったんですけれども、すごく素敵な写真集、ザ・大人だなっていう写真集が出来上がったなって自分で思いますね。わがままボディの前回、わがままボディの方も水着になるとあらわになっちゃうんですけども、私水着で表表紙とかやるより、セーターとかそういうきちっとしたので写った方がちょっと色気が増すんじゃないかなって噂でもなってるんですよ、ネット上でも。だからキッカもその通りだなと思って、逆に出すより出さないでこういうくっきりラインの出た衣装とかも今回中にも入ってるので、やっぱそういうのが合ってるのかなと思いましたね、衣装的に。場所はどこですか？はい、場所は地元茨城と、そして東京都内と長野です。はい、地元っていうと、どっか自分の馴染みのある場所とか、そういうところで。びっくりします、本当にザ・地元というか、海の、私も住んでるところが海のそばなんですけれども、本当車で 3,40 分離れたところぐらいでもうスタジオで撮ったので、すごいびっくりしましたね。知り合いに会ったの？知り合いには会ってはないんですけれども、茨城ってやっぱり安い、いろんな物価が安いイメージがあるので、スーパーとかでお昼ご飯買うと200円、300円でがっつり食べれるお弁当が出てくるんですよ。わ、茨城だなって感じましたね。もうすごかったですね。お寿司が大好きで、お寿司も結構量たくさん入ってて300円とか、もう東京に住んでた考えられないぐらい安いお弁当だったので嬉しかったです。はい、茨城帰ってきたなって感じしましたね。じゃあ食事の方もしっかりと。そう、食事の方もでもいつも水着ある日は必ずあんまり食べないで我慢するんですけども、水着が終わった後にすっごい勢いで食べてますね。はい、じゃあ、ちょっと写真集で、はい、はい、もうすごくなかなか選べないですけれども、唯一先ほども言ったちょっと水着じゃなくてちょっとぴっちりとした衣装の中で、もうなんかこれ北海道のクマみたいな、なんて言うんでしたっけ、四つん這いクマいますよね、ツキノワグマみたいな感じな、ちょっと待ってくださいね、ごめんなさい、綺麗になれるかな、イメージは本当誘惑するあれなんですけど、ちょっとツキノワグマっぽいなってスタッフさんとも話してて、こういう形で新しいファンの方を勝っていきたいなっていうふうに思ってますね。吉川優かっこかり、はい、おすすめです。ファンは鮭買って帰る。そうですね、鮭束買って帰りましょうね、帰り。おすすめです。結構まあ22歳になって、はい、まあ、いかがですか、大人になったなと。大人になったなっていうのはそんなやっぱ変わらないんですけれども、でも同じ学年の芸能界のお友達とかと一緒に遊ぶと、同い年の子と隣に並ぶとやっぱり内面的に友達の方が上で、まあ、頑張らないといけないなって思いますね。今回の私6月の25日に新曲を発売したんですけれども、新曲の初の両 A 面なんですけど、いいじゃんっていう曲、私のことをそのままそっくり歌詞にした曲なんですけれども、その歌詞の中にサラダ取り分けるのとか無理だしとか、
書いてあるんですよ。だからもうそういうとこからもう頑張っていきたいなと思いましたね。お考えとまだちょっと気遣いの方があんまりできないできないですね。もう本当わがままボディだしわがままな中身だしとんでもない女だなと思ってます自分でも。ちなみに自分はどんなところがわがままだな。あ、体以外です、うん、体以外でわがままだなっていうと、そうだな。でも本当はちゃんといい子なんですけども、それこそ何が食べたい、私のマネージャーさんお寿司が苦手なんですよ。マネージャーさんお寿司が苦手でも地方行って美味しいお魚屋さんお寿司屋さんとかあるとマネージャーさんのことも無視しながらでも一人で食べに行っちゃうっていうお願いして他のスタッフさんにっていうのですね。食べ物の面に関しては結構あれ食べたい何食べたいとかわがまま言うことが多いですね、はい、その時マネージャーさん何食べてるんですか。マネージャーさん一人でこの間名古屋で私お寿司食べた時にとんかつ食べてましたね確か、うん、じゃあ同じ店じゃなくて、もう本当まとまりの、あ、手羽先でした。手羽先だ、はい、山ちゃん。でも手羽先の方が良かったんじゃないですか。いや、私はお寿司の方が大好きなのでやっぱお寿司は譲れないなと思います。好きなネタタコです、オクトパス。意外と休んでますね。私安い女です、ね、安い、はい。今年夏大変暑いですが、夏楽しんでること、はい、どんなことでしょうか。夏楽しんでること、この間つい先日ですね、音玉、キマグレンさんが運営してる音玉に出演させていただいたんですけれども、ちょっと海とか水着着てわがままボディを見せに行きたいなっていうのがありますね。まだ行ってないという。まだ行ってないです。でもちょっと同じ事務所のアップアップガールズのこと一緒に行きたいなっては言ってますね、うん、行くとしたらどういう海に行きたいなとか、例えば、まあ、遠くだと沖縄とか、はい、あるいは近くだったら湘南とかありますけれども。あー、でも沖縄のすごい綺麗な海に行ってのぼぼぼんとしてみたいです。なんか離島じゃなくて、なんて言うんでしたっけ、ありますよね、本島って言うんですか、ね、孤立してる海なんて言うんでしたっけ。あ、違います、プライベートビーチでした。あ、ごめんなさい、ちょっと言葉知らなくて帰国子女なもんでごめんなさい。プライベートビーチ、プライベートビーチでぷかぷかしたいです。そういう時間は夏休みで取れそうですか。取れそうですかね。いやでもありがたいことに週末とかはアイドルイベントとか自分の単独公演ですごく忙しくさせていただいているので、ちょっと今のところ無理そうなんですけれども、ちょっとだけでもいいんでお休みいただいていきたいですね。わかりました、はい、それお一人で。いや、友達とです。私一人で行動することができないんですよ。あ、やっぱり女王様だから。女王様だからそうですね、はい、態度はでかいくせに切符も買えませんすいません。あと今年半年過ぎてもあと5ヶ月ですが、はい、これだけはやっておきたいっていうようなお仕事とか、あるいはプライベートな面でございますか、はい、これだけはやっておきたい。それこそ私今年に入ってジムに行き始めたんですけども、はい、スタッフさんに痩せろ痩せろ言われて、でも毎日行ってはいるんですけどもなかなか痩せないんですよ。でこの間イベントでマイナス2キロ1週間でマイナス2キロのダイエット命令を出されて頑張って痩せたりはしたんですけども、ブラジル行ってまた振り返して帰ってきたので、ちょっとあとこの5ヶ月でデビュー当時の体型に戻したいです。他には何かそのプロポーションを保つために、心がけていることって何かありますか。あ、でも最近自分で料理をダイエット料理っていうのを編み出して作ってはいますね。どういうのを作ってますか。豆腐にチーズ、とろけるチーズにごま油とかごまかけて食べたりとか、あとごぼう餃子って言ってお肉一切なしの餃子、ごぼうとか他にもキャベツ入れたりとかヘルシーな料理作ってます。ありがとうございます、はい、写真集タイトルが誘惑なんですけど、はい、このタイトルはちなみにご自身ですか。あ、これはもうスタッフさんと一緒に考えたんですけども、1冊目、2冊目、3冊目、あ、1冊目、2冊目が全部私の名前、ゆうが取り入れて出したいねっていうタイトルだったんで、今回はそういう意味でも U、 吉川 U の誘惑でもありますし、はい、あと YOUWAKE わけってちょっと
ゴジラ辻みたいな、ちょっとみんな勘違いしちゃってると思うんですけれども、ウェイクって確か目覚めでしたっけ。目覚めっていう意味だと思います。誘惑に目覚める。はい、誘惑に目覚めるっていうのもありますし、この写真集を見てちょっと私なんて言うんだろう、目覚める、この写真集きっかけで吉川優っていう子に目覚めてほしいっていう意味でもありますね。さらに最近誘惑に負けちゃったことですか。誘惑に負けちゃったことですか。私ブラジル行ってて、太るからお肉は絶対食べないって思ってたんです。シェラスコ、シェラスコっていうんですか、お肉いっぱい出てくると、あれ食べないと思ってたんですけれども、実際行くとどん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 出てきちゃって、あとすごくみんな日本からやっぱ来たので、食べなさい食べなさいって言って、たくさん美味しいお菓子だったりご飯とかご馳走してくれるので、誘惑に負けて食べちゃって案の定太って帰ってきました。写真集のイベントがまさか帰国後にあるとは思わなかったので、ちょっとやばいですね。はい。ブラジルで一番楽しかったことってどういうことでしたか。ブラジルといえばやっぱサッカー、あ、じゃあサッカーじゃない、何でしたっけ、このサンバ、あ、サンバですね、はい、サンバを実際の衣装、はい、踊る人が着る衣装を着させていただいて体験したんですけれども、すごくそれが印象的ですかね。もうでもブラジルの方すごくボンキュッボン、あれこそわがまボディだなっていうのをブラジルはもう本当師匠ですね、わがまボディの。はい、今後はブラジル体験をちょっと目指したいっていうところもあるんでしょうかね。ありますね。それこそまだこれ言っていいのか分かんないですけど、ちょっとだけ軽くなんですけども、今後もしかしたらそのブラジルにサンバの衣装とかも今後出てくるかもしれないみたいなのがありますね。だそれのサンバの衣装を着るために今ちょっと出すところは出して、へっこますところはへっこまして、サンバが似合うそんな体験目指して頑張っていきたいなと思います。今年の夏でしょうか、来年の夏。いや、今年の夏です。もうそろそろですね。もしかしたら TIFF からアイドルネーション、アイドルネーションじゃない、東京アイドルフェスティバルからちょっと一人だけ帰国子女がいるよっていう風にみんなに思っていただけたら思います、はい、ダンスの練習、ダンスの練習ですか、うん、サンバのダンスが全くついていけなくて、体が重いんですよね。今でもあれなんですけど、でもカポエラっていう勝利のダンスは教わったので、それは披露できそうです。でもサンバやったらちょっと痩せそうだなっていうのはあります、ね、そういうなんかあるので、ここら辺動かすので、ちょっとでも習ってみようかなっていうのは思いました。カポエラダンスどんなんですか。なんかこれ結構パンツ見えちゃう、チャ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 みたいな、ここ上がんないんですよ今。今日もひどかったのが、自分の私服、これ衣装なんですけども、私服で結構ピッチリタイプだったんですけども、着替えた時にこうやってしゃがんだ時にビリッてやっつけちゃって、うわ来たよと思って痩せないとなって思いました。はい、じゃあ今日衣装で帰らないと。そうですね、このまま目立っちゃっていいんでしょうか、こんな形で。いや、ファンの方、人は喜びです。大喜びですかね。でもちょっと、でもこういう衣装も最近私服とかファッションで流行ってるので、くっきり出る衣装を、だからちゃんと着こなせるようなアイドルになりたいです。今日はどこのブランド。これはティティアンのコーかな。はい、あんまり着ない。お気に入りですか。これ可愛かったです、ね、さっき買ってきたの。あ、そうですか。はい、さっきか。ちょっとやっぱ自分の持っている会社にある衣装と、キッカが私服、自分のプライベートで持ってる衣装じゃ、なんかやっぱセンスもないので、地味なので、ちゃんとマネキン通りに着させていただきました。体型は違えど、マネキン買いってやつですね。はい、マネキン買いですね。そっち方面もちょっと勉強しないと。いや、頑張ります、大人になるために。ちょっと体もセンスも磨きたいなと思ってます。他ご質問ないですか。すいません、はい、デビュー当時の体型ってことをマイナス何キロっていう。それですか。持ってもいいですか。持ったら意味ないんだ。言ってもいいですか。ですね、
4-5キロ。4-5キロマイナスを目標にしてる。はい。でもとりあえずデビュー当時のこのデビューのきっかけは言うっていう黄色いワンピースが入ればいいなと思ってます。はい、とりあえず。でもサンバダンスするのにあんまり痩せてても。そうなんですよね、震えるとこ震えるだけではいいですもんね。私思ったんですよ、ね、でも今回結構そのサンバの衣装がっつり胸も出てまして、いい感じ。お腹もちょっと出てる。だいぶ生地少ないですもんね。ないですけれども、いろいろジャラジャラついてるので、もしかしたら踊ってる時にピョンって飛んで怪我する可能性もあるすいませんごめんなさい。じゃあ最後にあの写真集買おうかなとか思っているファンの方へのメッセージをいただけますか。はい、ですね、今回の写真集もちろん誘惑する顔もあれば、あの月のワグワンも途中で出てきたりとですね、とても見応えのあるボリューミーな、体と同じくボリューミーな写真集になっておりますので、ぜひ皆さんチェックしてください。それでこの写真集を見て私に誘惑されていただきたいなと思っています。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。以上で、記者会見の終了させていただきたいと思います。続きまして握手会の絵作りに入ります。ちょっと準備がありますので、こちらちょっとテーブル出しますので、